アワードの部門で写真の賞をいただきまして、今年の京都グラフィーのメインプログラムに参加させていただくことになりました。その、去年展示した写真シリーズの以前から撮っていた三里塚と呼ばれる場所があります。その場所は農村地帯であって、でもそこに60年代後半に成田空港が作られるという、国の閣議決定が行われまして、そこに住んでいた人たちは古くから住んでいた人と、大きな牧場があったのと、天皇の持っていた所有している牧場なんですけども、それとあと、戦後にこう開拓農家として移り住み始めた人たち、そこでこうほとんどの開拓された農地と牧場をこう空港を作るということを国が決めたのは、やはりその土地に対する思い出とかその親しみというのがまだ薄いのではないだろうか。でも実際はやっぱりそのこの土を耕して、そこに住んでこうこれからご飯というかいろんな野菜を作って生活するっていう彼らの思いがあったり、牧場がやっぱりなくなるっていうのがちょっと遠いところにあったとしても、そこに親しみを覚えていて、それがなくなるということに対する嫌悪感があったり、そういうものが反対運動につながって、つながるような怒りの感情に結びついたわけでした。でその時にこう、三里塚に興味を持った時に、台湾や香港の方では若者が主に若者が立ち上げたデモや反対運動が日本のメディアでも取り上げられていたり、その後に戦後70年特集というのがやっぱりテレビで出していたりする中で、ただ彼らの真似をして日本について考えるんではなくて、日本人が日本について考えること、自分が生まれる以前の日本とその日本の歴史というものと自分の経験とかこれからの人生を写真によってどうやってつなげていけばいいだろうかということを考え始めているときに、空港という存在が留学生がこう空港からやってきたり、僕自身も空港を使ったりしていくという、ただそれで本当に空港連絡鉄道に乗ってもう空港に着いて突然遠くの国に行くのではなくて、そこで降りて滑走路沿いを大判カメラという撮影時間のかかるカメラでゆっくり撮っていくというのが面白いんじゃないかなと思って撮影したのがきっかけです。実際にそこを歩いてみると、まだこの写真なんてすごく新しい壁なんですけども、撮り始めた時はまだなくてただの丘だったんですね。でその壁というのもただ奥に空港があるのではなくて、成田空港の敷地として、見せるためのこの長い壁が仕切られていたり、でもこの壁はもう昔からある古い壁であって、そこから桜の名所でもあった三里塚 そのまだ残っている桜の影がこう映っていたりして、ただ単に壁というものがこう空港と農地を挟んでいるものではなくて、僕自身もその周辺を歩いているけども空港を使うことはあるし、じゃあこの壁が一体何を仕切っているんだろうか、自分がただ歩くだけでそのじゃあ壁というのがただ空港を守っているものではなくて、それが成田空港の土地である、でも僕らもやっぱり土地に対してこう遮ることはあるし、でもそうすることでこう安心感を得ることもあります。そもそもがやっぱり土地のこう、土地をめぐる争いであった、だったらその土地をこう囲んだりとかそこを仕切ったりするっていうのは一体何なんだろう。この3枚の写真は、いわゆるこう名前として東方部落という名前で、話題を呼んでいるような場所なんですけども、本当に誘導路によるこう囲んでいるような村でして、でもまだ住んでいる方はいる、畑も大きな畑がある。でもそのやっぱり滑走路の作り方というのが空港写真を見れば分かるんですけども、ただ一周ぐるっと回っているわけではなくて、無軌道にもうどんどん増設されて形も変わってすごい形になって作られている。なんでこんな風になったんだろうかっていうのはもう見ながら考えています。今もその滑走路が伸びる計画がされていたり、新しい敷地が増えて成田空港自体が大きくなっていく中で、そういう風化されていく記憶を
三里塚の闘争、人と人の争いで捉えるのではなくて、その土地というものと人の関係を通して、人間と自然の関わりというものをこう風景を撮影しながら考えていきたいと思って今回の展示にしています。でもやっぱりこの現在の風景だということで、ただ見せてもそこから過去の記憶だとか当時の状況を思い浮かべるのはすごく難しいとは僕は思っていまして、この壁の方にスローガン、そのスローガンは闘争が起きた60年代後半から現在まで、あのなんていうか、写真や報道で、あと YouTube などの動画でこうあのみんなに見せているスローガンなんですけども、反対派の農家たちによる、それを、まあ、写真から直接文字だけを抜き取って、それをあの白い文字として壁一面に見せています。そうすることでこう文字の持っているその形、直接その彼らの書いた形なので、その、まあ、年代を見て、そしてまた現在の風景を見るということで、こう違う時間、過去と現在をこう行き来するような見せ方ができればなと思って、このスローガンをあの展示しました。またただ普通の壁に展示するのではなくて、そのまるでこうかその空港にあったようなこうフェンスがその中の空港を囲んでいるという状況を、外からこの展覧会に持ってくることで、ただのこのホワイトキューブで白い空間に見せるのではなくて、外と内というものがこうつながればいいなということを考えて、このような展示になっております。はい、ありがとうございます。Hello, so we began from the scratch. I mean, so Tomomi gave us a first introduction. Thank you so much, Tomomi. Hello to everybody and welcome here. So as Tomomi explained to you, it's a real investigation about this whole story, a long story around Narita Airport. And what is at stake today, after more than 50 years of struggles between the militant, the farmers, the students, and the police force. How do you consider your role as a photographer and an artist? In a way, you explain us that you are making a kind of archaeology of the fences, you know, and the different steps around it. So I can imagine it's a long-term project. How do you proceed? Do you proceed as a militant? Do you share these struggles? Or on the contrary, do you consider yourself one step back as an observer? What is your own relation to this whole story?そうですね、やっぱり三里塚の闘争というものも無風化されていく記憶でもある。だからそれをこうあの何も手をつけない、何も見ないというのは多分できないんですけども、ただそれをこうに取り組んでしまう、あるいはそこを記録する立場になったりだとか、その中に入っていくと自分自身も多分こう飲み込まれて、こう僕自身が何をしたらいいか分からなくなる。それがあのもしかしたらいいことにもなるかもしれないし、悪いことにもなるかもしれないんですけど、僕が本当に興味があるのは、じゃあこの人たちが関わっていたこの場所がどういう感情を持って関わっていたか、どういう親しみを持っていたのか、それがフェンスや壁が作られたことでどのように変化したのか、それが今回の大きな主題でした。 Thank you very much. So that's very interesting. You're talking about recording the realityAnd for this purpose, you used a documentary strategy. Yes. But you constructed the work not with a typology, for example, but as we are looking to the different images exhibited here, you adapt yourself, it seems so, you adapt yourself to the subject and to the space in itself. So there's...different kind of framings and compositions. So you developed a complex style and not a systematic recording. So
Maybe that's why you're talking about emotions. I mean, we are really talking about your own experience as a person, as a photographer, and as a citizen around this space. 去年のその KG プラスのサテライトイベントの KG プラスでは、水俣川と渡良瀬川という2つの川を日本の郊外の象徴的な場所なんですけども、その川沿いの風景を撮影していました。それの大きなきっかけとなったのが先々月亡くなられた高井セレーターの石宗美智子さんの本を読んで、そこに書かれているただの水俣病としての水俣じゃなくて、その前後にある時間やそこに住んでる人の生活、そしてそれがこう水銀による公害でどのように変化したのかというのに興味を持ちました。またそれの書き方というのも、ただの記録、よく言われていることなんですけども、ただの記録で書かれているのではなくて、それが彼女自身のこう声となって、もう言葉となってまた書かれていて、すごいその時三里塚を撮っていた僕にとって、こう一つの方向性、ただのカタログや記録を作るのではなくて、それこそ自分の生活やその近くのこととか経験、そこで対する経験、あと見るときの経験、写真を見るときの経験にどうしたらつなげれるだろう、そういうことを考えて水俣を撮影していたんですけども、今回の京都グラフィーがで展示をするのが決まったときに、ずっと三里塚をしばらく撮っていなかったので気になっていたんですよね。それ三里塚の現在の風景を撮ろうと決めたときに、これまでモノクロで撮っていた写真もカラーで撮ることを決め、でもこれもただ静かに写真を凝視する、そういう写真を撮るのではなくて、その当時のこうスローガンやその空港に敷かれているフェンスを持ってくることで、もしかしたらちょっと複雑な展示になったかもしれないんですけども、力強い展示をしたいなということを決めました。You were really talking about ecological concerns. 最初に三里塚に来て資料館、三里塚には資料館があるんですけども、そこで見た空港写真がすごく印象的でして、大きな空港写真なんですけど、成田空港の写真なんですよね。それのできる前の農村地帯というか、たくさんのこう、畑が写っている空港写真の横に、どの位置空港がどの位置にあるかっていう空港写真が隣にあって、まるで本当にブロックのようなものがその上に置かれている、それを意識してまた歩いているとすごい違和感を感じる。それがやっぱりこう、そういう土の上にまたコンクリートがあるって一体どういうことなんだろう。壁はもちろんなんですけど、フェンスでまたこう遮られて何重もフェンスがこう重なっているのは一体どういうことなんだろう。そういうところに関心というか気になって撮るようになっていきました。 That's very interesting because in a way you gained a lot of knowledge through this experience of the space. We, most of us, we areonly viewers in front of this subject. We know Narita, of course, as a big name. Narita is well known internationally as one of the entrance places in Japan. But you, as a photographer, following your decision to work on this subject, you practiced the space, you walked around it. So you have gain a kind of very precise knowledge of the way and the space is organized, the way this deterrence technology forbids the access to these different spaces. So maybe that's one of the definitions of what an artist can be today.
someone who develops a huge experience and becomes a specialist, not an academic specialist, but a specialist from his own interests and developing not a kind of academic knowledge, but a visual knowledge. And so you are a transmitter of that experience towards us. やっぱり撮るっていうまず経験があって、その後見るという経験がある。それをどのように分けて、どのように最後見せようっていうのが、まあ去年からの一つの大きな課題でした。僕自身展示した、自分展示することで、またいろいろ考え直すこともありますし、今回その経験で、捉えがたいその日本の歴史、自分が生まれる以前のまあ時間と、自分のこうこれから生きていく経験をつなげたい、それが一番大きな、まあ、問題。なかなかそれがつながりづらい状況で、こういう展示をすると、あるいは去年の展示を見せると、なんでこの年でこういう問題を扱っているのかっていうことをよく聞かれるんですけども、逆に作品を作るにしても、自分のこう今の時代を考えるにしても、23だけで、あるいは24だけで考えるっていうのがすごく苦しいというか、それが結構そう大変なんで、だったら過去に何が起こったかというのをまず知って、ちょっとこう広げたい、それではちょっとこうゆとりがあるというか、豊かになるというか、作品を作る時もそういう考え方で、だから僕の体を通して作ってはいるけども、いろんなやっぱりものをこう頭の中で整理はもちろんするんですけど、それでこういうところがつながっていて、作ることでまたここら辺がつながっていってっていうような、そういう経験も、自分の見てる世界もまあ広げたいなというのを常に考えています。 Maybe we should talk about photography, about your decisions, because when I discovered your work some years agoAnd when we saw your exhibition in the frame of KJ Plus last year, you were working in black and white. Yeah. You were working in black and white, which is one of the possible ways of producing a documentary style work in the field of art. And for this work, you decided to shoot in color. Yes. Maybe you should tell us why. And it's an invitation also to speak about landscape, about maybe, you know, color, landscape, is it linked? Because could we talk about these images as landscapes? サンリズカの風景がどうなっているのかっていうのを、そう残っている、まあ、文学や本や映画、ドキュメンタリー映画を通して見ると、頭の中でこういう風景をまあ撮りたいっていうのがどうしても出てくる。でそれを撮りに行くっていうのが、白黒では僕はすごいやりやすい。ただカラーで撮ろうってなると、実際に行ってみないとどういう色が置いてあるか、でその色がここに置かれているだけでもうイメージしていた風景が崩れる。でもその色が結構人工的な構造物であったり、一つのこうサインや印であったりとか、そういうものがこうなんか崩していく、撮りたいイメージを崩していくというか、でもそこから写真をまた撮っていくというのが今回は必要だと感じて、だからカラーというのは僕にとっては、僕個人の問題ではすごい挑戦的だった。And we should talk also about our decisions together. Me as a curator, working with you as an artist, we should talk about our decisions in the construction of this exhibition. We decided to construct these situations, which we are experiencing at the moment. So we decided together to build something, to build a situation. So I should explain a little bit all these decisions we took together in order to show the work.
That is one important point about this exhibition we've done together. Because there are the photos, but as we can see, they are installed on a fence. You already talked about the slogans. We could talk further about it. And we decided to let the windows open, so it creates a link between the reality, the everyday reality, and the reality described in the images. And then there is what we call in philosophy and in art a real effect, an effect of reality produced by the presence in the exhibition space of a fence. And so in a way, we are trapped as viewers. We are trapped in this kind of space. We are not looking at photos in a classical way on the walls, but we are looking at these photos mounted on board and fixed on these fences. And these fences we could recognize described on these images. Do you want to comment on this? Or? 窓は絶対に開けたかったんですよね。I really wanted to open the window. それはもうどうしても、そうすることで本当にただこの展示空間の中で解決するんでもなくて、Just a closed, exhibition room. もう一度外に戻って、でまた外からちょっと見える。それが多すぎることもなく、でもいい体験になるかもしれない。フェンスを置いたのもやっぱりそうで、最初にサニズカを撮ろうと思ったのもやっぱり一周回るっていうその経験が結構大事なんじゃないかっていうことを考えた。だからこう在廊しているとこう来た人がこう何回も回っていくのを見るとまあ嬉しくなる。Yeah, maybe it creates a kind of uncomfortable situation or tension between the reality, the images, this narrowed space around which we are working.And the void inside. There's a big void. やっぱりちょっと矛盾してしまうかもしれないんですけど、撮ってる時の経験っていうのがやっぱ入ってるのかなって思っていて、特にここの壁というのはもう成田空港の敷地の壁が多くて、それを撮ろうとする時、絶対もうほとんどの確率で止められる。それで撮るなと言われるので、どうしても撮りたいっていうとトランシーバーで通信してこう許可を取ってくれるんですけど、もう撮ったらすぐに帰ってくれ。そのぐらいピリピリ緊張感がある。だからでもすぐに撮れませんみたいな大判カメラというのを使ってるので、蛇腹のついたこういう、だからすぐに撮れませんとか言いながらも、まあ、何とかして撮って次の壁に行くとまた注意される。先ほど許可もらったんですけどって言っても、いやそれでもまだちょっと許可を取らないといけない。もうそれの繰り返しなので、撮ってる時も落ち着かない、でも落ち着こうとして撮る。まあやっぱり立ち入れないんですよね。その立ち入りができないっていうことの違和感みたいなものもこの空間を用いて、もう中に入れないじゃないですか。これを作る時も中に入るのがすごい大変で、でもそういうぐらいの高さを持ってくるのが今回はすごいジャストちょうどいいと思って、そうすることで裏側に物を置く必要もなくなる。中に物を置くとどうしてもこう外と内っていう関係が成り立ってしまう。でも実際はもう本当に背中合わせというか、もうどっちにもなるというか、見るときはもう外側でこの写真で十分だと思いました。 So do you consider the work as a comment talking about critical realismIs it a comment on the way the space is organized by the power forces, the authorities, the police, the airport police? Is it a comment on, metaphorically speaking, on the way we all experience a kind of state of pretended feeling of freedom, but in fact, we are trapped in a kind of
impossibilities to move towards this space. もちろん日本の歴史を考えるときにそのつながりづらさというところで、じゃあ何が壁であるかという、なんか僕の中でのメタファーたくさん持っているんですけども、ただ批判するためだけのメタファーだけだったら、このスローガンにしてもわざわざ白で見せることはしなくて、強い意味をもっと見せたいと思っていた。やっぱりこの文字にまず持っているこの輪郭というかフォーム、形を見せて、その後に意味を出すということで、なんでこの言葉が生まれたんだろう、この公園にしてもこのフェンス壁にしても、やっぱり見る側はいろんなメタファー、いろんな美、そういうものと結びつけると思うけども、そこで止まるのではなくて、じゃあなんでその形が出来上がったんだろうか、なんでここに置かれてるんだろう、写真で切り取るときにはそれを考えて撮っています。だからただ壁を見せるのではなくて、どういう地面に置いてあって、遠くは何が見えるか、でもそれが過剰なものであったら手前の方にまでフェンスを入れてですね。はい。 Thank you very much to Mami. Maybe it's time to open the space for questions. And thank you againto us for listening to this talk with Tomomi Morita. And so it's open. We open the floor. Thank you very much. この写真では人っていうのが、actually there is no human beings in the photograph. Before shooting, 先ほどの最初の質問にあったように、この initial question said.出来事に関わった人、今どうしているのかとか、What are they doing right now, the people who are involved? そういうことを私たちはちょっと興味があるんですけれども、その人たちに事前に聞き取りとかしたり、歴史を学んだりということをなさってからどうしているのかっていうことを実際に、And then started shooting or not?やっぱりこうその中でその逃走の記録として本を書いてる方もいたり、そこの、ま、記録を取った方が本を書いていたりとか、で今も逃走は続いているんですけども、当事者というのはもう結構三里塚からに住んでいなかったり、でもだからといって誰も住んでいないわけではなくて、普通に暮らしている人も周辺にいる。大きいんですね、もう三里塚だけでなく空港の周辺というのは、すぐ近くに滑走路があるっていうのがやっぱ気になるので、突然畑仕事をしてるおっちゃんに声をかけたりして、何作ってるんですかって聞くことは結構あって、そこからこう向こうの方からあの木に登ったら滑走路が見えるとか言ってくれたり、そうやってまあ右往左往しながら、じゃあここ取りに行こう、ここ取りに行こうって決めている感じです。そこで記録となって、こうまた一つのまあ物語というか、その三里塚のイメージを作るというよりも、それも大事なんですけども、もう少しこう距離を置いた、もし普遍的な問題を扱いたいと思って、人を入れなかったというのもそういうことです。And by this way, there is no narrative, no story, but the reality to which we can confront ourselves as viewers. So in a way, if there's no people inside the images, we are.People looking at it, and we can project into it and share your interest into these issues. 例えば動物、人じゃなくて、例えばじゃあ動物とかを撮るとしても、じゃあそれが動物の心が分かっているのか、それをちょっとずっと考えていたことがあったときに、でも僕はやっぱりその猫とか鳥とかにはなりきれないというか、人と人との関係もやっぱりそうだと思っていて、僕は確かに外からこの三里塚という場所に入って撮って帰るわけだけども、じゃあそこに入ってその人たちの声を代弁するということがすごく難しいというか、
だから方向をちょっと変えながらや今も模索しながらやってるような感じです。ありがとうございます。So, okay. Today's exhibition, there have been many interesting points, but one thing that is very noticeable is that there is a lot of tension. There is tension between outside and inside, and there is tension between landscape and documentary, and there is tension between registry and emotion, no? And something very beautiful in Japanese language is that kyoku and kiroku, they are very similar, and there is, it's very similar here. And it seems you all go from memory from the past to the present, from the stories that you can read and that you listen to the present that you experience nowadays. And between history and, like Pascal said, like this activity of being a citizen. No, it is a political project in a sense, and it's also an aesthetical project in a sense. So what's very interesting about this is that all of these terms that we usually think as opposed, they're actually in tension here. And this tension, it's a very interesting thing that I want to ask you about, because it seems that you work with this tension. It's beautiful, and it's aesthetical, and it's political. And then it's something very interesting that some Japanese photographers are working with very nicely. So I would like to ask you, what do you think about this relationship between kyoku and kiroku toka, monogatari, rekishi toka? And as a photographer, do you think that with this work, that tension is solved, it's finished, or does it continue? And if it continues, where does it continue? テンションというのはすごく今回の展示ではもう大事で大切というか慎重に考えていたことで、今では美術の現代アートでも映像とか彫刻とか絵画が並ぶ中に写真というのがあって、弱いイメージというふうに見られているとは思うんですけども、僕はやっぱり写真の持っているイメージっていつまでも強いと思っていて、それがその写真に現れている美しさや感情を揺さぶる情的同情的なものがを僕らが見ると、やはり心がそっちの方に動いてしまう。それはみんなそうだと思うんですよね。それにまたサンリズカ闘争という名前がつくだけで強いイメージがついてしまう。僕はじゃあその写真に写ってる美しさとか感情的なエモーショナルなものを本当にじゃあそれは何でできているんだろう、どういう上で成り立っているんだろう。そうするために行き過ぎないっていうのがやっぱり重要で、そこに写っているものに自分もそこに行くんではなくて、それがどういう場所で存在しているのか、その行き過ぎると何も写らなくなるし、その距離をこう取り続けるのがずっと取り続けているとそれは頑固なものとなって持続していくと思うけれども、展示以外でもいつどういうことが起きるかわからないから、人にはそれでこうすぐに動いてしまうかもしれない。そうならないようにこう保ち続けたいとは思っています。 Wonderful. Thank you for this last question. Thanks to you, Tomomi. It was really fascinating to listen to you and to understand that you control your language already. You're a young artist, but already confirmed in a way. And so working in a kind of will and determination. So we can't wait to follow your next researches, the next step. We can imagine that you would continue to explore these tension situations. And so that's just the beginning, and what a beginning. Congratulations to you, and thanks to this wonderful audience and being here with us this morning. Thank you. ありがとうございました。